いつもご覧いただきありがとうございます今回も大谷翔平選手の最新情報をご紹介いたします大谷翔平、妻、まみこさんとともに帰国の途に報道陣百人超が集まる中二人で空港の出発ロビーへ水原一平氏の姿はなくロジャースは22日インチョン国際空港から米国ロサンゼルスへ帰国の途に着いた 当初は午前0時半の出発予定だったが試合時間が長引いたため大幅に遅延ソウルでの開幕シリーズで移籍後初安打初打点初盗塁日米通算100盗塁をマークした大谷翔平選手は妻のマ美子さんと共に出発ロビーへ大谷はグレーの球団ジャージに身を包みマ美子さんは黒のトップス姿で後ろを歩いた 21日午前には水原通訳が違法賭博に関与した疑いでドジャース球団から解雇されるなど激震が走ったが第2戦も出場し2戦連続のヒットと打点をマークした16日に行われた公式会見で韓国で試合をするのを楽しみにしていた公式戦もありますが野球も韓国も楽しんで頑張りたいと語っていた大谷妻マ美子さんの公開に始まり水原通訳の解雇騒動など 激動ののシリーズを終えて帰国の戸に着いたまた家中の水原一平氏の姿は出発ロビーにはなかった大谷翔平は1安打1打点特大フライ連発も1号アーチならず山本由伸1回5失点 KO で初黒星ドジャースは壮絶な打ち合いも惜敗1勝1敗で本拠地開幕へ史上初めて韓国で行われた MLB の開幕シリーズ第2戦 この試合がメジャーデビューとなった山本義信投手2番 DH で出場した大谷翔平選手の所属するドジャースはパドレスを相手に11対15で敗れ韓国での開幕シリーズを1勝1敗で終えた大谷はこの試合5打数1安打1打点メジャーデビューの山本は1回5失点で今季初黒星がついた先発の山本は初回先頭のザンダー・ボガーツにいきなりヒットを打たれるとそこからデッドボール タイスリー3ベースとワンアウトも奪えずにメジャー初失点を喫するその後も請球が定まらず1回43球被安打45失点とメジャーの壁に跳ね返されこの回限りで降板日米さらには韓国でも注目を集めたデビュー戦はまさかの結果に終わったそれでもその裏大谷のライト前ヒットをきっかけに1点を返したドジャースは2回にも大谷の犠牲フライで1点を奪い 2対9とリードを広げられて迎えた3回には5安打を集中させて一挙4得点点差を3点へと縮めた5回表に再び得点を許して6対1となるもその裏には大谷の前を打つムーキーベッツに今季第1号のツーランが飛び出して2点差にしかしドジャースリリーフ陣が踏ん張れず6回7回と連続失点前日はパドレスを2得点に抑えたドジャース投手陣だったが このの試合ではパドレス打線の勢いを止められなかった8回にはまたもベッツに2点タイムリーが飛び出し1点差まで迫ったがあと一歩届かず9回にはマニー・マチャドがダメ押しのスリーランを放って試合を決めた大谷は第3第4打席と凡退にして迎えた7回裏に前日メジャーデビューを飾った松井裕樹とメジャー初対戦あと数メートルで今季第1号アーチという大飛球を放ったが惜しくもライトフライ 8回裏には一発出れば逆転という場面で打席を迎えたがファーストゴロに倒れたドジャースは打線が粘りを見せながら結果的に一度もリードを奪えず大量失点で今季初黒星韓国での開幕シリーズを終え現地時間28日の本拠地開幕戦へと向かう大谷翔平のマミコ夫人が婦人会で記念撮影試合後のグラウンドに姿を見せるこの日の試合もマミコ夫人はスタンドで観戦 試合後には両軍関係者がグラウンド上に招待され、マミコ夫人は各選手の夫人らで集まる、婦人会のメンバーで記念撮影をするシーンもあった。大谷は2月29日に自身のインスタグラムで結婚を発表。当初は相手を明らかにしていなかったが、15日の韓国入りの際にチャーター機からマミコ夫人と共に降り立って明らかになった。18日のエキシビションマッチの韓国戦、20日の開幕戦もスタンドで姿が確認されていた。 最後までご覧いただきありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。